久々のおろしじゃない？配信でおろすの久々かも。ずっと結んでたから全然セットしてないんですけどね。前髪ちょっとやったくらいだから全然セットしてないんですけどね。今日は小さな感じです。おー、お気づきですね。確かに清楚っぽい。黙ってれば清楚かもね。喋らなければ清楚。今日はとっても可愛いね。あ、今日はですね。やばい、喉が。あー、今日はメイドと9時になってたよ。あ、そう、もともと9時だったんだけどね、ちょっと9時半に変更するよっていうのをチャットで言ったんだけど、まあそっか、メールしか取ってない方もいるし、逆にどれも取ってない人もいるし、そうだよね、ごめんね。ごめんね。前髪の雰囲気が違う。あ、確かに。あ、でもなんか今日前髪やってて、あ、なんか違うなって思いながら、でもなんかいつ、なんだろう、でも最近さ、その結んでたってのもあってさ、触覚出るじゃん。触覚出ると言うていつもと同じ感じになるかもしれないけど、まあそうですね、いつもに増して増してね、清掃な感じとはな、何言ってんの、清楚な感じ。おはようございます。あれ、配信なんだっけ、配信予定に書いとけばよかった、9時半って。まあ言って9時半より前に始めちゃったんだけど、あー、原さん、せっせですね、でしょ。決して寝坊ではないですよ、安心してください。ではでは、今日の朝ごはんを食べていただいた。仕事中ごそり見てる、あらま、仕事中とかごそり見てるんですか。まあ嬉しいですけど、お仕事も頑張ってね。明日ちょっと話ねえ、明日おしゃべり会だよ、楽しみーって、テロポに書いたか。明日びっくり、初めてのおしゃべり会、チェ。楽しみや。天使で小悪魔のあざと可愛い子はき。私のこと。すいません。ちょっと今めっちゃキモかった。ではでは、今日はゼリー2つです。お話し会なの、おしゃべり会じゃなくて。あ、オッケー、お話し会ね。はいちゃんは緊張しなそうだな、なんかね、うわーみたいな感じになると思う。お話し会、あ、お話、お話し会にしました。はい、やべえ、もう明日だわ。そうだよ、明日だよ、あゆちゃん初です。そうだよね、だってこの前さ、劇場来てくれた時あゆちょうどいなかったもんね。ガッタファンはお話し会で、シングルがおしゃべり会。あー、なるほど、確かにちょっと分けないと分かんなくなっちゃうもんね。オッケー、お話し会、はい、すいません。今日はあゆあゆが朝配信して、ゆあゆが夜配信なんだ。おお、ゆあゆは夜配信なんだ今日。珍しい。ゆあが夜なんだ。はい。今日はゼリー2つ食べまーす。この前も食べてたね、やつの清見。今日は清見と、グレープフルーツ。イェーイ、ゼリー。
を食べていきたいと思います。美味しそうでしょ？きよみちゃん、かわいいよ。きよみちゃん、美味しそうなんでしょ？高級テリー。イエーイイエーイ。美味しそう。じゃあ、きよみちゃんから食べていきます。タツも食べるのか。まあ食べれなかったら食べないけど、まあきよみちゃんからね一旦食べていって、もしかしたらもう片方は午後のねおやつ、お菓子、おやつの時間に食べるかもしれない。きよみ好きだよ。死ぬんご死ぬんご、待って、みんなおもろ、そんなみんなきよみちゃんのこと大好きなの。よいしょ。今日の朝ごはん、そうそう朝ごはん、あゆみちゃんときよみちゃん、ときよみちゃん、あゆみちゃん、きよみちゃん、きよみちゃんは清楚だな。おいおい、私も清楚でしょね。えきよみちゃんに合わせて清楚にしたんだから、きよみとあゆみ、そうよ。きよみちゃんってお友達みたいに言うね。だってみんながそう言うじゃん。きよみちゃん、きよみちゃん、いただきます。うん、あかない、あかない、ちょっと待って、滑るのかもしれない。うっ、きよみ、きよみ、待って、なんでこんな開かないの。きよみ、ちょっとお願いだから食べさせて。きよみちゃんって誰なのよ。浮気しないで。開いた。はい、開きました。ポンって音だった。開きました。はい、じゃあきよみちゃんいただきたいと思います。なきよみちゃん出すな、コメントおもろいな。うん、きよみ、うまい。口に入れた瞬間、きよみのね、うまさがじわっと広がります。きよみうまい。うん、きよみ、そう、きよみ、きよみ、お、追いついたんだな。きよみ、なんちゃっちゃっちゃ、きよみ、なんちゃかちゃっちゃ、きよみ。おいちい。きよみってどんな味？甘くはないかも。多分ゼリーの甘さで、これはちょっと甘いかもしれない。ちょっときよみは酸っぱめな感じがするぞ。酸っぱい感じ。で、あとはゼリーの甘さが加わってる感じがしますね。うん、おいしい。ハーサみたいにちょっと大人の味なんだ。あ、私大人、酸っぱめだと酸味があってかな。あ、確かに酸味、酸味があります。酸味があるでございます。学びました。酸っぱさを表現するときは酸味がある。興味の瓶はコップするの？どういうこと、コップするって。
清見と酸味なんかみんなおもろくない、なんか今日みんな調子いいね。よし、清見に美味しい変だな、これはやめてね、ちゃんとお茶飲むの忘れて、あ、残しました。よいしょ、食べます。あゆみ星読みで酸味なんだな、どういうこと、酸味があるって歩みました調子いいな、みんな。空き瓶が欲しい、あ、この瓶が欲しいんですか。売ろうかな、じゃあ売ろうかな。アリちゃんも絶好調、本当？そんな私今日面白いと思わないんだけど、みんなのねコメントがね今日絶好調だから面白いね、みんなどうしちゃったんだよ。あいついるから売らないで、あ、すいません、じゃあ売らないでおきますはい、読み完食いたしました、おいしかった。グッドモーニング、めっちゃ待って、めっちゃあれ流暢に、グッドモーニング、なかちゃんかな、グッドモーニング、なかちゃん、おはよう。あゆみが一番おもろい、いやーちょっとね、ちょっとボケてるだけ。え、でもなんか今日みんな調子いい、はい、完食やった、調子よかった、ちょっと清見のおかげ、清見のおかげで調子いいね、みんな今日。はい、グレープフルーツはどうしよう、めっちゃお腹いっぱいってわけじゃないんだけど、今もう清見で口の中いっぱいだから、今日みんなお休みだからかな、確かにお休みの方がね多いんじゃないでしょうか、土曜日。あ、でもまあちゃんお仕事ちゃんとやってる方もいるからね、用事がある方もいるからね、えらい。お仕事に戻るね、行ってらっしゃい、頑張ってね、仕事や、仕事よ、頑張ってください。仕事、フチャーのゼリーはお名前ないんです、ないんかな、これはフルティシエ、ちょっと贅沢、ピンクグレープフルーツって書いてあります、フルティシエ。このことだよね、そちらのゼリーって。花火パイはどうなったの、それがさ、まだ食べてない、やばくない、さすがに食べないと、てかね、てかね、あるわ、ここにあった、 お菓子いっぱい入れてたとこにあった、なんで、キャー、悲劇、まだ朝だから大丈夫、あ、大丈夫、本当よかった、僕は夜勤明けなので帰ります夜勤お疲れ様だよ、今日は寝るというお仕事です、あ、私もですフルティシエ、フルティシエ、え、わかんない、待って、またハイカラなお名前賞味期限大丈夫、それな、ちょっと待って、あ、消費期限が7月の21です、明日じゃん、そちらも原信様でご購入、あ、多分そうだと思います、ママさん、原信さんのさあれだからさ、かけたもう明日、そう、明日、え、待って、じゃあさ、ちょっとこの配信食べよっかな、ちょっとだけ、朝からこれ食べる気なんないけど、でも食べなきゃだけど、もう本当は10時過ぎに出かけなきゃだけど、配信終わってからに変更する、あ、 OK、 でもじゃあまあ
あれだね、あんまりその長引かせないようにしますね。腹だから、腹だからかな。そうなのかな。そうね、腹サンチなんで腹サンチなんで、パンチで割って、いやおらっつって、いやダメだよ、かわいちょー。でも見てください、ここことここだけもう折れてる。ほらほら、あー、多分さ、聞いてください、私マジ部屋の片付けやってて、今もうね、あの配信見えないんだけど、こっち側ね、ガラガラ何にもないなんか中学の時に並べてた教材とかを全部下ろしたんですよ。だからもうガラッガラで、だから多分その片付けとかしてる時にパキッてくって当たっちゃったんじゃないかな。ちゃんと大事に保管しておいたんだけどな。そう、おやつに花火パイにしたら、うん、そうしようかな。まあ明日までだしさ、今日中に食べるっていうか、まあ今日食べとけばいいから、ちょっと今は食べきらないんで、すいません、すいませんね、本当に。昨日食べました。お、本当美味しかった。花火パイ美味しいよね、美味しいよね、あれ大好きなんだよね。ありがとう天下様の花火パイ大好き。じゃあ待って、話すのもやっぱこの折れてるとこだけ食べようかな。チェレチェレレレレチェレ、うなぎパイが好きです。あ、うなぎパイもねあるわよね、美味しいわよね、うなぎパイ。パイ系全部美味しくない？はい、パイの実好きなんだよね、パイだよね、それも。うわうわうわ、すごいすごい、美味しかった。あ、ほんと？でででで、それではいただきたいと思います。はい、いただきます。うんうんうん、確かになんかママとか妹が言ってたみたいな、あのなんだっけ、優しい味、本当に優しい味。あんまね、めっちゃ 甘いかなって思ってたんだけど、そんなでもなかった。めっちゃね、優しいお味だった。ハクハクだ。え、これならね、この大きさ食べれるよ、マジで。美味しそうな、おせんべいだ。おせんべいじゃない、パイです。現地パイも美味しいよね。まあ、ちっちゃい頃さ、狂ったように現地パイ食べてた食べ始めたら止まんなくないです。でもなんかそういう要素も逆に入ってなくて、めっちゃ進むって感じでもないし、かといって一口でもう待って、うみたいにはなんない。お、見た目結構甘そうだけど、そうでもない。そう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 、そうなの、美味しそう。新潟、何これ、なんちゃかなのかなのかな、すいません、私漢字読めないやいい音やね、え、いい音だよね、いい音だよね、カルパルパル ASMR じゃん。ゲージパイ止まらないよね、わかる、え、だよね、 ASMR だ。メイカ、うん、メイカ、メイカって何ですか？新潟のお菓子なのかなってこと？兵庫県では見たことないわ。そうそう、なんかこれ新潟の有名お菓子なのって聞いて、あ、ほんと花火パイっていうのは有名だと思うんだけど、これはたまたま、多分今まであんまなかったと思います。
だから超有名というわけではないと思うかな。けど待って、新潟のスーパーに売ってるのね、ハラシンっていう。だから兵庫では見たことないかも。本当にメイカ、メイカちゃんかわいい。メイカちゃんいい音一人で全部食べた。マジ、でも一人で全部いけるよね、これいけるよね。ハラちゃんメイク変えた、かわいいです。メイク全然してないよ、ほらちょっとさっきアイラインは引いたけど短いし何もしないんだよね、うち今日。なぜ目はちょっとちっちゃいなーとか思ってピッピッピッってアイライン足しただけ。何もしてないですね。夏限定かな、確かに。ほらね、花火の時期限定かも。飲み物欲しいな、マミマミー、飲み物欲しいな、マミー。朝食がゼリーと花火パイって斬新なの、確かにね。はい、どうしましょう。このもう一個折れたやつを今食べるか、もうストップするか、どうしよう。ASMR を聞きたいか聞きたくないか飲み物ないと口の中パサパサ。でもね、あんまパサパサしてないの、うち今。なるかなって思ったけど、あんまりパサパサしません。優秀だな、あなた優秀。この子はい、だって水分補給したくないでしょ、それは。そう、マミー見てる。お水を欲しいな、お水欲しいな。マミーお水欲しいな。あ、待って、あ、いや、あるわ。昨日そういえば水筒にさ、夜さ、お水をさ足してきたんだ。それを飲みましたが、いらないよ、マミ。はい、いただきます。ありました、すいません。おいちいおいちい、お水。そうそう、水筒にそういえば入れたんだ。夜喉乾くからさ、どうしようね、どうしようどうしよう。これを食べる、このちっちゃいやつ食べるか食べない。愛ちゃん飲み物のマミー好きそう。ちっちゃい子飲んでた。食べちゃえ、食べちゃうか、食べちゃうか、食べちゃいます。それ以外はちょっとおやつの時間にちょっと一人じゃなくてみんなで食べよう。いただきまーす。うおいしい。はい、もう憧れの ASMR できました。待って、どうぞ。同じこと考えてたんだけど、ゾウ、ゾウめっちゃ同じこと考えてたんだっけ。さっきいただきマンモースじゃない、どうぞマンモースがあって、待って、ゾウから始まるならゾウがいいな、うんって思って、めちゃめちゃゾウ、すごいね。すごいね、ちょ、考えたこと一緒じゃん。すごいね、ゾウ、すごいね、うん、さすがだね、うん、すごいね、
はい、これは後でのおやつ。はい、バイバイ。はい、後でおやつします。めっちゃいい顔、うん、いい顔してますか。ありがとうございます。中でも熱中症増えてるから反射も気をつけてます。はい、気をつけます。ありがとうございます。ズキューンされた、あ、ズキューンされましたか。はい、銅像、あ、銅像ね。やっぴー、星だぞ。何星だぞ、星星、何星。やっぱコメント欄の調子いいのかな。いや、調子いいよマジ。みんな、え、今日マジみんな調子いいね。テンション高い。しんのすけだぞ。あ、しんのしんちゃん出てきた、いきなり。しんのすけだぞ、しんのすけだぞ、うん、うん、しんのすけだぞ、しんのすけだぞ、うん、ちょっと似てないな。お尻にテンション高いからみんな、あ、お尻に似るのかな。じゃあファンの方、星になるんだ。あ、しんちゃん、しんのすけ、しんのすけ、星、しんのすけ星になるんだかな。え、だよね、思った、うちも。なんで星になるんだろう。しんのすけ、しんのすけ、うん、おほーい、おら、野原しんのすこだぞ。すこになってる。お米ですかね。しんのすけっていうお米あるよね。いや、あれも美味しいし、コシヒカリも美味しいし、もうね、新潟のお米はやっぱりうまい。時娘もうまい。あ、うまい。すこね、ねすこめっちゃおもろかったんですけど。しのすこ。あ、監督も星になるから、安倍晋之助も星になるのか。安倍晋之助、え、安倍晋之助、うんうんうん、うまいうまい。安倍さんも監督なの。ああね、あのあれかと思いました。安倍晋三さんかと思った。安倍晋之助さんって方もいらっしゃるのね。巨人ね、ほほう。野球、え、なんかよ、さ、サッカーは自分できる方なんですけど、多分できる方なんだけど、そんな自分がやるのはね、全然できるんだけど、なんか普通に競技自体、競技とか やってるのを見たり、あの、するのが詳しくなくてですね、その競技について、競技のプロの選手とか詳しくなくてですね、ちょっと教えてほしい、みんなに。ぜひぜひ教える機会があれば教えてくださいませ。おしゃべり会とかね、おしゃべり会とか。はい、こんにちはって言って、あ、こんにちは、めめさん、ありがとうって言ったらさ、はい、いや、今日はサッカー講座するよ。はい、サッカーはですね、こうだこうだこうだで、モルモルって人がいたねって言って、っていうのでもね、いいよいいよっていうか、教えてほしい、普通に。安倍晋之助さんはちゃんさんの教え、チュンさんじゃないの、ちゃんさん、チャンさんってどなた、チュンさんだよね、多分。あーちゃんから愛の弾丸シュートを打ってほしいから、あ、打ってほしい。待って、どうしよっかな、どうしよっかな。野球はまず9人ですね。ほうほうほう。やっぴ、サッカーは何人でやりますか。
相手のチームも入れて何人か。待って、ナレスとアルビシアンに行くしか、そうだね、行きたいわ。自分のチームだけ、自分のチームだけ。野球は9人、サッカーは待って、まず待って、ゴールキーパーでしょ。でなんかあの、うわ、なんかさ、頭にさ、あの構図があるんだけどな。1 2 3 4、え、7か9 7か9。はーちゃんはもしかして遠い親戚に青山学院大学の駅伝の星 いそう。え、なんだろう、星。でも普通にあれですよ、荒川のトークとは多分何にも、うん、何にもあれですね、関係ないですよ。私35人くらいかな。え、え、チーム、自分のチームだけで35人もいるの、サッカーって。え、そんないないでしょ。ラグビーはね、待って、もうさ、やだよ、もうめっちゃくれじゃん。ヒント、ウィーレ、ウィーレ。ヒント、ウィーレ。何ウィーレって、え、当たるかな。ウィーレ、あ、そういうこと。11、はっはっは、11人。ねえ、全然当たってないじゃん。チャカのことならゆわゆわに聞く。確かに劇場公演、出場メンバーくらい。おー、11人ね。イエローカード2枚出されるとどうなるでしょうか。レッドカードになって退場。知らんけど、そうだよね。 NGT の新曲の選抜人数、確かに11人だ。学んだね、学んだ。ウィニングイレブンっていうサッカーゲーム、ほうほう、イレブン、あ、確かにイレブン使われてるからね。ラグビーなら困っちゃうに聞くしか。そうだね。あゆ退場。え、じゃあ配信切ろっかね。退場とか言うの、配信切ろうか。おー、すごい、レッドカード当たり、やったー。あゆしてからあゆのレッドカード欲しいですね。マジでさ、あゆのレッドカードって何よ、ほんとに。もう、面白すぎ。はーちゃん、レベルアップ。それな、レベルアップした。退場ね。私退場ですかね。ねねね、もう団長に見せて、足切ろうかね。はーちゃんの配信に VAR 判定を求めます。なんで、なんでよ。あれ、なんか悪いことしたね。イエローカード2枚出されるほどの悪いことしましたか、私。バレーボールは、バレーボールは1、2、3、4、5、あ、なんか学校でやった時は6人でやってたな。けど多分学校でやった時とは違うと思うから、何人ぐらいいるんだあれ。まあ6は少ないな。他の子のレーンに並んでたらイエローカード、イエロー1枚って聞いたよ。じゃあ他の子のレーンに並んでったらイエローカード1枚かな。退場しないんで今切ったばかり。え、そうだったっけ。まあ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 、はい、すいません。毒素案件。あーちゃんと毎日愛のパスをしたいな。過去イケボ。あーちゃんと毎日愛のパスをしたいな。ねえ、ほんとにおもろいんだけど。どういうこと、ほんとにさ。全座メンバーくらいかな。お、全座メンバー。
8かな。本当に知らんの。看護師は何人までですか。まあ愛用してくれるなら一人がいいんだけど、例えば誰かを押してて愛用入れるとかだったら、その人数、愛を入れるまでの人数は許します。はーちゃん隣のレーンでその人がいたらイエローカード1枚言うしか。わかった、はいイエローカード、はいイエローカード言います。嘘許された。まあまあ、だってさ、 NGT にのファンで言ってくれるのはさ、その例えばあゆが加入する前に推してた方とかじゃん。その方のおかげだと思うし、その方が今もしいるなら本当にその方のおかげだと思うから、あゆを見つけてくれたのも多分ね、そのおかげでもあると思うし、それをかあゆがさ、あゆしか押しちゃダメとか言うのもなんか違うかなって思っちゃう。ありがとう、 NGT のファンでいてくれてありがとう、あゆのファンでいてくれてありがとう。バレーボールは今は6人、昔は9人が主流。ほう、6人なら学校でやった時と一緒じゃん。よく6人でさラリー続けられるね。どっかでもう落ちちゃうじゃん。よく続けられる、すごいな、やっぱプロの選手ってすごいな。イエローカード欲しいのでわざと並ぶくね。なんで欲しいとか言うの。めっちゃ大人の意見や。あ、ほんと。ヤンキーあゆだけだよ。やった、ありがとう、好き、ありがとう。でラグビーは15人だ。お、多いねラグビー。公園中に星行為したら即レッドカードだし、劇場公園に星になるよね。星の中がよく分かんないからさ。星の中が分かんないからさ。マイメロンレロが寝てる。ツンツンツン、起きて起きて、ツンツンツン。もうすごい体勢でバタンってなった。どうする、配信中にメロちゃんが動き出したら怖い。なななななな、なはい、じゃあ再テストいきます。再テスト、再テスト。サッカーは11でしょ。ラグビーが15人で、なんだっけ、スポーツの名前出てこない、バレーボールが6人で、昔は9人で、野球は9人。わあ、あゆすごくね。そろそろ、あ、待て、あゆみんみんにメロメロカード差し上げます。ありがとうございます。そろそろ仕事現場に行くので戻ります。はい、頑張ってね、頑張れ。野球、サッカー、ラグビー、バレー、合わせて何人、合わせて野球9でしょ。待って、9、ちょっと待って、待って、9足す、サッカーは11だから11は20で、多数ラグビーが15人だから35足す、バレーは6人だから41。やったー、お、素晴らしい、やったー。星は迷惑即一発、最後の星ができん、あ、確かにそうだね、一発でね、できんよ、そうよ、ちゃんとね、はい、守ってください。パチパチ。すごーい、やったー。足し算できる、できる。安産せな。温存。輪郭、いや、温存。そろばん使いましょう。そろばんない。その回線、計算しなきゃ。あ、安産した。じゃあ、待って。あのですね、今何を計算したか分かんなくなっちゃう。安産だよ、私、安産。超安産だったわ。41人。
超暗算だった。頭の中で計算したよ。考えるととかいっぱいあると私無理なんだよね。ちょっと待ってて、言ってたやん。いや、あの違う、ちょっと待ってって、あゆのお部屋は電卓なんてない。あのただあのちょっと転がってた、ゴミが転がっててさ。あんたすごい世界一だ、やった、あんた完璧だ、やった。そういえばハーチャレンジ伝えますね。この後16時から BSN テレビで村上大社の映像に日向さんが出る。おお、16時から、はい、わかりました、ありがとうございます。星にはできん、なんだ星、星ちょっとちょっと、あ、な、何よ。そんから安定できる、できる、できる、できます。まだ片付け途中だから、そうここへちょっとなんかゴミがそう溜まってて、デキンも欲しい。いやそうだよ、デキンも欲しいだよ。うん、ちっちゃね。うん、はーちゃんに数学オリンピックに出場するしか、待って、ちょっとそれは、ちょっとそれは数学得意だけどさ、数学オリンピックに出れるほどの実力はないんです私。ちょっとそれは、その場にやってたから、5桁プラス5桁の計算ならまだできるよ。すんご、計算ドリルをプレゼントしないと。いらないからね。怖とか言わないで。ね、10時過ぎたしな、そろっと切る。うん、計算ドリル表紙なんだった、マルコ。え、なんかあのね、いや、マルコの時も確かあったけど、あとなんか猫みたいな時もあったし、いや、いっぱいあったな。いや待って、小学生の頃の記憶なんてほぼないよ。急な星系なん、星ばっか出るね、あれ。いやだね、勝利もごめん、星ばっかだよ。ちょっとだって100点取ったでしょ。100点じゃなくて90点。急なお化け、あー、おばだからか。ルアさんには漢字ドリルだし、はやちゃんもには計算ドリル。メモメモ、待って、うん、まあまあ漢字じゃないだけ楽。やった、猫やった、マジ。じゃあ一緒じゃない多分。はーちゃん今日も頑張ってください。頑張ります、まだ続けていいよ。あ、ほんと、うちのタマ知りませんか。あ、多分それそれ、そう、タマタマ、そんな感じだった名前。あと何だったっけな、何個かなんか種類あったよね。スヌーピーの時とかもあったかな確か。あれ待って、あ、90点か。そうそう、90点。90点だよ。こんにちは、こんにちは。ヤッピーズキュン、愛してる。ヤッピーズ。あー、スヌーピーもあった。だよね。あと何かあったか。なんか結構なんかいろいろ、毎年さ、変わったりさ、前期と後期で変わったり。あ、前期と後期は一緒だったの。絵柄がちょっと変わったりしただけで。うん。うちのタマってサザエさんの、え、多分違うんじゃない、サザエさん、違うと思う。それがサザエさんはなかったの、さすがに。あいちゃん、音楽も成績いい、たぶん。でも中学の頃は、普通に褒められました、先生に。おーさん、いいね。あ、なんか中学の頃に、歌もそのなんかその歌唱テストみたいな時に普通に褒められたんだけど、普通に授業で、あゆは授業話してること、とか同じ時期ながら聞いてたの。そのなんか音楽室ってテーブルがなくて、なんか椅子で並んでて、でなんかメモ取りたい時はバインダーでみたいなで、こうやって取るんだけど、あゆは普通になんかメモも取る内容でもないし、ちょっと取るのもちょっとめんどくさかったのもあって、普通にこうやって先生の方見て、とかやってたのね。でそしたら先生と目が合って、
あのいきなり授業がね中断されて、原さん姿勢いいね、話聞く姿勢いいねとか言って面白くない、ほんとはんうんうんとか言ってちょっとぼーっとしながら聞いてたの。そしたら原さん姿勢いいね、いやそのね授業態度いいと思いますとか言って、なんか全員の前で褒められて面白くない。いやなんか多分その語源とかだったのね、午後の授業とかだったんだけど、それでなんかせ寝てる子とかも多分いたんだよ。あのね午後の授業ってさ、もう地獄なくらい眠いじゃん。だから多分寝てる子とか、ちょっと喋ったりしてるとか遊んだりしてる子もいたんだと思う。でアイは普通にぼーっとしながら先生の顔見て、うん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 みたいな、それでなんだけど、これアイ、アイ現実はね、うんうんうんみたいな感じなんだけど、先生が見たアイはうんうんうんみたいな、そんな感じで多分見えたのかな、知らんけど、なんかそしたらさ、原さんいいねみたいな言われちゃったよね。だからね、話はまあ聞くのも大事なんだけど、聞いてるアピールをしっかりしてるとよりいいですよ。この後マルドリアフネ大塚さんに生出演だし、八千代コースターにマリナさんが VTR に出るよ、絶対で見ます。漢字ドリルは星ズインク、なんだろう星ズインク、ハーちゃんのテストはよくできましたかな、の代わりにハートが書いてあるんでしょ、ええその記憶力あれば計算も楽勝でしょ、ええ何のことだっけ記憶力って、うんうん、さすが歌姫、やったー、実は聞き流してたいや多分聞いてたの、姿勢、そう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 、めっちゃね親会えたのメモ取ってないとこ触れてくれ、え、でも別にメモ取ってる人も周りにいなくて、別にメモ取ってくださいみたいな先生にも言われなかったから、ちょっとそれも聞いてた、先生おもろくね、あ、いやいやヤンキーの歌姫だもんね、やったー、はーちゃんと目が合うと先生幸せすぎるじゃん確かに確かに、ちょっと面白すぎ、モノマネうまいね、やったー、聞いたらアピール超大事、それで5もらえちゃうよね、そう5もらえちゃいました、それでうれみー、お気に入りだったのかなぼーっとしてるだけなんで、いやそうなんだよマジで、先生話すことなくなったんじゃん、あそういうことね、それでお原さんいいねみたいなさ、先生誤解ですお見送りで行ってみたいな、姿勢いいね、あえ行って行ってぜひぜひ、あじゃあやってありがとうございますとか言ってた、姿勢いいねって言われて、ピシッ、あありがとうございますみたいな、じゃあねその姿勢いいねって言われて、おありがとうございますありがとうございますみたいな、それでなんか周り見たらあめっちゃ注目されてるし、ええみたいななってました、汗、それで後から友達に、あいおもろすぎみたいな、あー懐かしい、ザ優等生、ザ優等生、教える側からするとうなずいたり反応してもらえると嬉しいです、はあ、やっぱそうなのか、やっぱそうなのかってまあそうそう、やっぱね、えでもわかる、話さ聞いてほしい時のとかなってるよりもさ、ちゃんと目見てくれたりさうなずいたりしてくれるとね嬉しいよね、ただ話聞いてくれてるってなるじゃん、嬉しいよね、オタクが MC 行く時の姿勢も大事かな、確かに、じゃあめっちゃみんな姿勢よくしてね、アイが喋るってなったらスッって言ってアイの方を見るんだよ、先生もメロメロになったのでは、いやーどうなのね確かにやっぴーやっぴー、先生の推しメン、そう推しメン、私すごいね、じゃあさらに参考書プレゼントします、いやいらない、待っていらない受け付けですし褒めるかよろしくお願いします、先生もズッキュン、そうズッキュンされちゃったね、先生あゆちゃん聞き上手なんだな、あそうなんだね、多分私聞き上手だわ、はるさん姿勢いいね、姿勢って感じがあれだけど、はじめましてはじめまして、私姿勢よくって困っちゃう、困っちゃう、
私性欲って困ることってないから。もアイちゃんに姿勢褒められるように頑張ります。頑張ってさ、そういうのよって音楽の先生みたいにさ言ってあげるから私生活も姿勢いい。そんなことない全然だからああいういつもでも最近その肩こりやばいからちょっと巻き型だっけなっちゃいなって、こう重心になってるのかなって思ったから姿勢を正そうと思って、でその携帯とかいじる時も普段はこうやってゴローとか寝てたんだけど、最近はその壁に肩をここでつけてこうやってる、でたまにはーってやってます。すごくない、ちゃんと姿勢をっていうか普通に肩が痛いからさ、もう硬い肩、でも前よりはマシになったんじゃないかな、前でひどすぎたんで。見せ上げるのが大丈夫。おー、オッケー、ありがとう。昔から話上手は聞き上手って言うから。あ、そうなの、私話上手じゃなくない？だってさ、語彙力全然ないしさね。15歳でも肩こりなんだ。そう、あゆは本当に中高生部門第1位ってくらいに、あの優勝ってくらいに肩が硬いんだって。そのなんだっけ、美容師さんにそのなんかね10分マッサージっていうメニューがあって、それに控えたい、えちょっと肩凝ってるんでやってくださいって言ったら、あのハラちゃんはねって言って、ハラちゃんとは言わないんだけど、あゆみちゃん肩凝ってるね、中高生ランキング第1位、何中高生肩凝ってるランキング、なんだっけ、まあまあそんな感じのやつ部門もう第1位だよみたいな言われちゃいました。この話結構どっかでもしてるね、いろんなところでやってるね、だから分かる人には分かると思うけど、やばいよね肩凝りすぎてるの私。ははははははは、ふんふんふん。だってじゃあもうちょっとで1時間だからな、配信切ろっかな。とっても嬉しくない1、いやそれはそう確かにお天気ぐずついてるね、ぐずついてる。でもあやんとこ今なんか太陽見える、なんかちょっと晴れてるよ。だから初見さんありがとう。ズキューン、肩こりちゃんって呼ぼうか、マジ今来たとこな、そんなに。だってさ、多分 お出迎えとかも始まってる頃じゃないこの時間。美容師さんの10分マッサージって厳密には星なんやけどね。え、何？星なんやけどね。ちょっと怖い。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。違法ね。え、そうなの？そうなの？そうなの？なんかあのメニューにいろいろあるよ。てか美容師さん、うん、でもあの髪切ってくれる担当の方とは交代してるんだよね。美容師さんじゃないのかなあの人。でもうーん待って、でもまあもう、そうなんですね、初めて知りました。そうなんですか、うん、さっき来たばっかり。結構最初の方いなかった、最初の方からいなかったっけ。整体行っとこうかね、マジで行かないと。降ったり晴れたり、確かに新潟は午後から太陽マーク、晴れマークかなだよ。あ、そうなの、違法なんだ。アンコール、アンコール、あもうアンコール。ハンマーで肩叩いてあげたい。えハンマー、怖い怖い。もしかしたら資格持ってる人が担当されているのかも。ああね。うん。ちょっと聞いてみる今度じゃあ。清美からいたわ。いやマジ。清美からいたよね。ほんと。清美ちゃん、清美とあゆみとか言ってたよね。もう、国会資格持ってないとやっちゃダメなんだ。あ、じゃあ多分持ってると思うよ。だって持ってるから、メニューにあるんじゃないかな。マッサージいつでも呼んでください。いやマッサージ待って、普通にさマッサージ屋さんとかさ
整体とかにさ行こうと思ってるんだよね本当に。あのその美容室とかじゃなくて、美容院じゃなくて、腰痛は、でも肩の方がやばいからな、腰痛どうとも言えない。あとそのレッスンの前とか、あと最近はお家でもやるんだけど、プランクやるときに反り腰をしな、なんか反り腰でキープすると、なんだっけ、腰腰痛になって腰痛めちゃうからって言われてたから、最近それ意識するようにして、ちゃんと平行のねプランクをするようになったから、なんか腰痛ってよりかはやっぱ肩こりです。腰痛、腰痛。かねちゃん、かねちゃん、三条の原神の中にマッサージの店あるよ。三条そんな、すごくね、何マッサージの、マジで行きたい、普通に行きたい。てかマジで普通にあの、マッサージね、肩の血行を良くするしか、あ確かにね、リンパを流した、血の巡りを。ちなみに整体も違法よ、整骨ならいいけどね。どういうこと、もうなんか違法だらけじゃない、大丈夫。ポキさんがよく整体に行ってるから紹介します。ああ整体じゃなくて整骨院か、ほうほう。でもあいも整骨院、あのそのバトンやってた時に、そのなんか指が痛いですか、なんとか体痛いとことかは、その整骨院、行きつけの整骨院みたいなのがあって、でそのバトンのねメンバーも行きつけなのね。でその行ってた整骨院に行ってたところで働いてましたっていう人が今 NGT のトレーナーさんにいるの、すごくない。で原さん、もしかしてここのバトンの教室でやってたみたいな言われて、そうですって言って、私ここで働いてたんですよって言って、そうなんですかって言って、じゃあもしかしたら会ってたかもしれませんねみたいな話をしてたの、すごくない、マジか。そうすごいでしょ、運命的や、そうすごいよね。だから最近その整骨院ってないし、じゃあその整骨院で見てもらおうかな、ちょっと肩こりどうにかしてもらえませんかねって言って、そのトレーナーさん、 NGT に今いるトレーナーさんにもうそのストレッチ方法とか肩ほぐしてもらったりとかやってもらってます。針やるとか、針さちょっと怖くない、刺すんでしょ、だってプスプス、怖いよ。多分配信始めて1時間くらい経ったんじゃないかな。トレーナーさんにアドバイスもあるのいいね。そうストレッチ方法とかね、いろいろアドバイスとかもらったりしてて、頑張って一緒に直してます、トレーナーさんと肩を。針痛くないってこと？大丈夫？本当？整骨は柔道重複し、マッサージはマッサージ指圧師っていう国家資格がいるの。方法なんかすごいね。でもあやもその国家資格取ってみたい。だからなんか普通にさ資格取ってみたいんだよね。確かにぴったり1時間だよね。ちょうど経ってるだよね、だよね、だよね。寝る前にサロンパス貼ったの？貼ったの。いや普通に足とかにも貼った、最近は貼ってないんですけど、あの貼るって言った時に貼ったんだけど、でもね前よりはね大丈夫になった。
アイちゃんにはひらがなでお願いします。あはそうなんです、私そのすごいあのちょっとすごいな、ね、あの漢字いっぱいにはちょっと無理なんですよね、すいません。はい、じゃあ壇上読みしますよ。壇上読みします。はい、13位リベドラありがとうございます。12位ももかありがとうございます。11位しのぶありがとうございます。10位キャシャンありがとうございます。9位そんなこと中目黒ありがとうございます。8位トンスケありがとうございます。7位トムちゃんありがとうございます。6位コウスケありがとうございます。5位カイセラありがとうございます。4位まえちゃんありがとうございます。3位オトピアンありがとうございます。2位アミューありがとうございます。1位ウッチーありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうね、楽しかったよみんなね、コメントの調子もねめっちゃ良さ良さだったね、ありがとうありがとう。ありがとうね。おやすみなさい。寝るんですか？また明日ね。確かにまた明日ね。そうだね。ね、明日お話し会楽しみにしてるよ。お話し会来てくれる方楽しみにしてるよ。ありがとうね。あと、おしゃべり会の方もね、受付してますから。ぜひぜひ。あの、スポーツのあの、ルール説明をお願いしますよ。どっかで。じゃあまたねー、バイバーイ、グッドファンでね、そうだね、またねー。